さんこんにちは、証券ママです。今日はですね、ソフトフランスパンの生地で明太フランスを作っていきたいと思います。はい、それでは材料です。まずですね、今日はちょっとリスドールの準強力粉を切らしてしまったので、代用として強力粉と薄力粉を混ぜて使っていきたいと思います。強力粉がですね 160g、 それから薄力粉が 40g、 これを混ぜて使っていきたいと思います。それからですね、塩を 4g、 それから砂糖 5g、 ぬるま湯ですね、ぬるま湯を 130g、 それからバターですね、バターを 8g。 今日はちょっとバターを入れてソフトフランスパンにしていきます。それからドライイースト、これを 3g。 あとですね、フィリングですね、焼いた後にもう一度明太マヨを塗って焼くんですけれども、そのための明太子ですね、これがですね、皮を取り除いた状態で 30g とマヨネーズ大さじ2を混ぜたものを用意しておいてください。それからトッピングのパセリですね、今日はドライパセリを使います。はい、材料は以上です。はい、それでは作っていきます。私はですね、パン作りはほぼホームベーカリーに手伝ってもらってるんですが、フランスパンの場合もコネはホームベーカリーに少し手伝ってもらっています。最初ここに全ての材料を入れて6分こねてもらいます。それではやっていきます。まずはですね、強力粉ですね、強力粉を 160g ですね、こうやってはかりにパンケースを乗せてどんどん入れていきます。はい、強力粉が 160g 入りました。次に薄力粉ですね、薄力粉を 40g 入れます。はい、強力粉と薄力粉を足して 200g 入れました。はい、それではですね、どんどん材料を入れてきます。まずですね、塩ですね、塩が 4g 入ります。それから砂糖ですね、砂糖は 5g 入れます。はい、それからですね、バターですね、私は全部一緒に入れちゃいます。 8g 入ります。ちょっとこれは切っておいてくださいね。はい、バター 8g 入りました。それからですね、ぬるま湯 130g 入ります。はい、ぬるま湯 130g 入りました。それから最後にですね、ドライイーストもこの上に入れてしまいます。ドライイーストは 3g です。はい、材料がすべて入ったのでホームベーカリーにかけていきます。これもパンケースをホームベーカリーに入れて6分ですね、6分こねていきます。メニューがドライイーストの生地作りで、はい、これで6分こねていきます。はい、それではスタートします。スタート。はい、6分経ったので止めます。これでこねは終了です。そしたらばですね、こういった感じになりました。この生地をですね、今度はボウルに入れて一次発酵していきたいと思います。はい、このようなボウルに生地を全部入れます。
生地を入れました。そしたらばこれにラップをして、私はまたオーブンを使うんですが、オーブンの発酵機能35度で、そうですね、1時間から1時間半一時発酵していきたいと思います。途中で今日も2回ほどパンチを入れたいと思います。それでは入れます。はい、30分経過したので1回目のパンチを入れていきます。そうですね、まだほとんど発酵していません。こうやって一周ぐるっと、ほとんど発酵してませんね。そしてそこから一度持ち上げて、はい、パンチを入れました。そしたらもう一度ラップをかけて、また30分したら2回目のパンチを入れていきたいと思います。それでは60分経過したので2回目のパンチを入れていきたいと思います。ちょっと見てみますね。はい、こんな感じです。だいぶ発酵してきましたが、まだまだですね。じゃあ2回目のパンチを入れます。じゃあ再度ラップをして、あと残り時間をかけていきたいんですが、90分で設定したんですけれども、そうですね、まあ、時間というよりこの生地の様子を見て、だいたい 1.5 倍から2倍になって、フィンガーチェックをして戻ってこなければ一次発酵が終わりという感じです。じゃあ2回目入れていきます。はい、2回目のパンチを入れて、これで90分経過しました。まだちょっと早い気がするんですが、ちょっと見てみますね。まだちょっと発酵が足りない気がします。ちょっとフィンガーチェックをしてみますね。もう見た目ちょっとダメな感じするんですが、じゃあちょっとフィンガーチェックしてみます。どうでしょうか。戻ってこない気はするんですけれども、もうちょっとしたいと思います。なんとなく、あとそうですね、15分くらい様子を見ながらもう少しかけていきたいと思います。はい、追加で10分発酵しました。なので計100分ですね。100分一時発酵しました。もういいと思うんですが、もう一度やってみますね。はい、じゃあちょっとブスッと刺してみます。はい、今度は大丈夫と思います。それでは生地をマットの上に出していきます。はい、それではマットの上に出していきます。内子をちょっとマットにして、ちょっと粉を振りますね。それでですね、今日は6分割にしたいんで、ちょっと一度重さを測ります。346.5g ですね。軽くトントントンと叩いて、だいたい6分割にします。
はい、6分割にしました。ちょっと重さの調整を測ってしますね。あ、これはちょっとこのようにちょっと測りで調整して6分割にしました。これを丸めてベンチタイムを取っていきます。はい、生地を、丸めたので、これをラップをかけて20分ほどベンチタイムを取っていきます。はい、それでは20分ほどベンチタイムを取っていきます。それではベンチタイムが20分終わったので成形していきたいと思います。はい、成形します。軽く空気をトントントンとやって、ちょっとこういう大きい気泡があったりするので潰して、特に綿棒は今日も使わなくていいと思うんですが、だいたい厚みを同じにして、閉じ目を上にして伸ばしてください。ちょっとクッペの時みたいな成形にしていこうかなと思います。まず左上を折って 右上を折ります。そしたらこれを真ん中にこう持ってきます。でここをつけます。そしたらひっくり返して同じように左右つけて、これをここにこう持ってきて、ここをつけてしまいます。閉じ目はよく閉じてください。こんな感じの船型みたいな形にします。そしたらこちらの方に用意したクッキングシートの方にこちらは乗せていきます。はい、このように成形が全部終わったら、今度二次発酵を、そうですね、30分から40分していきたいと思います。それではラップを軽くかけて二次発酵を30分から40分していきます。今オーブンを250度に予熱しています。予熱が終了するまで室温で二次発酵をしています。結局ですね、40分二次発酵しました。こんな感じでもいいと思うんですが、何かちょっとこう押してみて戻らなければいいって言われてますよね。ちょっと押してみますね。まだちょっと早い気もするんですが、こうやってプルプル揺らした時にすればいいっていうふうにも言われてます。もういいと思いますね。じゃあこれでクープを入れていきます。はい、ちょっとクープナイフにお水をつけて、そうですね、斜め45度って言われてるんですけど、私もうまくないんで、それではやっていきます。
はい、こんな感じにクープが入りました。そしたらですね、これにオイルを垂らしていくとクープの開きが良くなるので、オイルを垂らしていきます。はい、じゃあ今日はちょっとオリーブオイルを少し垂らしていきます。はい、このようにオリーブオイルを垂らしたら霧吹きをします。はい、それではオーブンに入れていきたいと思います。そしたらばですね、250度に予熱していたオーブンを220度に下げて、だいたい20分から25分焼いていきたいと思います。はい、220度でだいたい20分ぐらい焼いていきたいんですけれども、様子を見ながら追加したり減らしたりしたいと思います。はい、結局220度で20分焼きました。こんな感じに焼き上がりました。このまま食べればソフトフランスパンでとっても美味しいです。これが粗熱が取れたら、ナイフでここに切り込みを入れて、明太子マヨネーズをのせて再度焼いていきます。はい、それでは 2,3 分経ったので、だいたい持てる厚さになったんで、これにナイフで切り込みを入れていきます。はい、このようにすべてに切り込みを入れたらば、今度たらこマヨネーズをこれに挟んでいきます。たっぷりのせていきたいと思います。ちょっと挟む感じで。その前にちょっと、オーブンを180度に予熱します。はい、明太子マヨネーズが全部濡れました。そしたらばトッピングにちょっとパセリをね、ドライパセリですが少し振ります。はい、ドライパセリを振りました。そしたらば180度のオーブンで、そうですね、5分から10分焼いていきたいと思います。はい、180度で8分焼きました。8分焼いてこんな感じですね。美味しそうに焼けました。明太フランスの出来上がりです。美味しそうですね。オーブンはですね、各家によって違うので調節してくださいね。それからですね、発酵の見極めがとっても難しいんですが、フランスパンの場合二次発酵も今日は40分でやったんですが、その時の季節とかによってだいぶ変わってくるので、今は3月で結構今日も寒いんですけれども、まあ見極めはだいたい 1.5 倍から2倍で、それからまあ表面を押してみて戻ってこなければだいたいいいと言われています。その辺は様子を見てやってみてください。とっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、明太フランスの出来上がりです。明太子とフランスパンってとっても相性が良くて美味しいので、よろしかったら皆さんも作ってみてくださいね。はい、それではちょっと1個切って食べてみますね。ま、あの真ん中にこれ切れ込み入れてるのでとても食べやすいですけれども、ちょっとカットしてみますね。あ、パリパリです。うん、美味しそうです。ちょっと食べてみます。
こんな感じですね。うん、パリパリです。とっても美味しいです。皆さんいつもありがとうございます。また遊びに来てくださいね。バイバーイ。証券ママでした。